そろそろ替え時かな。でもまだまだ使えるんじゃない？でもやっぱり新しい方がいいかもしれないよ。そうだよね、最近だいぶ疲れた感が出てきたよね。この前もフラフラしていたしね。ここは思い切って。ちょっと待ってくれ、わしはまだまだ元気じゃぞ。ほれこの通りまだまだ使えるぞ。博士いきなりどうしたんですか？確かに先日は少々夏バテ気味でフラフラしていたが、わしはもうすっかり元気だぞ。すごく元気、まだまだ元気。ちょっと待ってくださいよ博士、なんか勘違いをしてませんか？なんか変ですよ博士、しっかりしてください。いやいや、まだまだわしはしっかりしておるぞ。セニョール、もしかしてウラコたちの話を聞いて勘違いしているんじゃないのかな？そっか博士、違いますよ。そろそろ買い時って言ったのは僕の車のタイヤのことですよ。やだな。そうよ、この前ドライブに行った時に突然雨が降ってきて、コーナーで車がフラフラしていたからそろそろ交換しないと危ないわねって話をしていたところなのよ。なんだそうなのか。もしかして博士、自分が交換させられると思っていたの？そうですよ博士、博士はまだ2年くらい行きますよ。2年じゃと？わしはまだまだ元気じゃよ。ところで博士、さっきの話なんだけど、セニョールの車のタイヤがそろそろ交換時期なのね。でもいろいろありすぎて決められないんだ。そうか、では今回の研究はこれにしよう。上手なタイヤ選びについて研究せよですね。それいいですね、よろしくお願いします。確かに宇田子くんの言う通り、タイヤもいろいろな種類があり迷ってしまうもんじゃな。そこでまずはセニョール君に合ったタイヤを絞り込んでみようではないか。絞り込みですか？それってどうすればいいんですか？まずはセニョール君、今までのタイヤを使ってきて、何か不満やこうだったらいいなみたいな要望はあるかな？いえ、特に不満はなかったのですが、もう少し静かだったらよかったですかね。そうね、静かなタイヤだったら隣でゆっくり眠れるものね。いやいやいや、ウラコ君は走り始めるとすぐいびきをかいて寝るけどね。セニョールひどい、ウラコは乙女だよ。あとはもう少し乗り心地が良ければ最高よね。要望は静かで乗り心地の良いタイヤ、これだけでもある程度絞り込みができるので、あとはその中から好みや予算に合ったタイヤを選択すればいいんじゃよ。確かに分かりやすい方法ですね。いきなりカタログを見ても迷っちゃいましたけど、自分のニーズに合ったタイヤに絞り込めば選びやすいですね。そうなんじゃな、今までのタイヤに対する不満点、これから求めることを決めることがタイヤ選びの近道なんじゃよ。例えば走りにこだわりたいとか、燃費の良いタイヤが良いとか、ある程度決めておけばあとはプロが適切にアドバイスをしてくれるぞ。そうよね、お店に行くとどうしても値段に目がいっちゃうけど、長く使うタイヤだからこそ自分の求めているものがいいわね。そうだね、タイヤは僕たちが乗ってる車体をしっかり支えてるし、走る、曲がる、止まるの基本を司る重要なパーツだからこそ真剣に選びたいと思います。タイヤ選びはまずは自分がタイヤに求めているもの、そしてニーズを決めることが重要で決まりじゃ。